皆さんこんにちは。中学2年社会科歴史、ヨーロッパと外の世界の学習を始めます。皆さん、これは何か分かりますか？これは胡椒です。胡椒は香辛料の一つで、今から約2500年前から使われていたと言われています。これは先日スーパーで買ったんですが、値段は360円くらいでした。では中世のヨーロッパではどれぐらいの値段だったかというと、これくらいです。現代と比べると約17倍の値段になっています。香辛料は当時調味料や薬として使われていました。なぜ中世ヨーロッパではこんなにも高価なものだったんでしょうか。航海術が進歩し世界地図が作られるようになると、ヨーロッパ人は高価な胡椒を求めて世界に旅立ちます。本日はヨーロッパ人はどのように世界に進出していったのか考えてみましょう。15世紀後半からヨーロッパでは大航海時代が始まります。ヨーロッパ人が世界に進出していった目的は2つ。1つ目はキリスト教を世界に広めるため、そしてもう1つが高価なアジアの香辛料を直接手に入れるためです。当時アジアの特産物だった胡椒などの香辛料はイスラム商人を通してヨーロッパに入ってきていました。なのでヨーロッパでは高価になったのです。そこでヨーロッパ人はイスラム商人を通さずに直接香辛料を手に入れるため船でアジアを目指したのです。スペインの援助を受けたコロンブスは大西洋を横断してアジアへ向かおうとしました。当時はここに南北アメリカ大陸があるということをヨーロッパ人は知らなかったので、大西洋を西に進めばアジアに着くと考えていました。1492年カリブ海の島々に到着したコロンブスはここをインドだというふうに考えました。これがきっかけとなり、ここには南北アメリカ大陸があるということをヨーロッパ人は知ったわけです。そしてポルトガル人のバスコダガマは大西洋を南下、アフリカ最南端の喜望峰を通りインドに到着します。インドとヨーロッパが初めて船で結ばれることになりました。そしてスペインの援助を受けたマゼランの船隊は大西洋を南下し、南アメリカ大陸から太平洋を横断します。航海の途中でマゼランは命を落としてしまいますが、その船隊はインド洋を渡り大西洋を北上、世界で初めて世界一周に成功します。スペインはこの大航海時代にアメリカ大陸の先住民の文明を滅ぼします。そこで銀の鉱山開発やサトウキビ、ジャガイモの栽培などを行いました。こうしてアメリカ大陸はヨーロッパの植民地になったのです。ヨーロッパはアメリカ大陸やアフリカと貿易を進めていきました。アフリカへは武器や雑貨を運び、金、象牙などを手に入れます。一方アメリカ大陸で伝染病や厳しい労働でアメリカ先住民が減少してしまい、労働力が足りなくなると、ヨーロッパ人はアフリカの人々を奴隷としてアメリカ大陸へ連れて行きました。そしてアメリカ大陸へは
毛織物を運び、奴隷を使って生産した銀や砂糖を手に入れます。これを大西洋の三角貿易と言います。16世紀末、オランダがスペインから独立を宣言。17世紀には東インド会社を設立し、アジアへと進出します。日本とも貿易を始めました。こうしてヨーロッパはアメリカ大陸やアジアへと進出していったのです。それでは教科書の102、103ページを見ながら家庭学習プリントに取り組んでみてください。